おはようございます。朝起きると朝食の時間になっていました。朝食もバイキングでメニューが豊富です。濃厚なミルクとフルーツの缶詰とヨーグルト、納豆、卵、ひじきに海藻サラダ、ポテトサラダ、明太子、キャベツ、私朝食はパンなので、朝食のメニューはこのようになりました。パンとコーンスープと餃子、冷ややっこ、濃厚な牛乳といろいろ持ってきました。あとは昨日食べてなかったカレーとデザート。コーヒーには濃厚な牛乳を入れてみました。朝食が終わるとフェリーは青森沖太平洋側を航行中でした。とは言っても陸地は全く見えません。食後のおやつは茨城で買った干し芋です。柔らかくて非常に甘いです。昼食も用意されてまして、簡単な食事ができます。今回食事をしたレストランはこのような感じです。あまりお腹が空いてませんので、ケーキセットに紅茶を注文しました。船は苫小牧の湾内に侵入してきまして、まもなく苫小牧西港に到着です。船は自力で接岸できないようですので、タグボートでしてもらうようです。ちなみに新日本海フェリーですと横向きのスクリューがついていまして、自力で接岸することができます。今中央に赤く見えているのが桟橋ですね。もうすぐ接岸です。隣に見えています白い船体に青いラインの船は太平洋フェリー名古屋行きの便が待機中です。今太平洋フェリーのそばに見えている赤い
ところが車の乗船口となっています。だんだんとタグボートに押されて接岸が近づいてきています。無事接岸しまして、また長い桟橋を歩いていきます。商船三井サンフラワーよりお客様に連絡バスのご案内を申し上げます。当ターミナルより苫小牧駅経由札幌方面にご利用のお客様は14時1分です。本日はサンフラワースタをご利用いただきましてまことに。桟橋を歩いてフェリーターミナル2階に到着です。苫小牧西港フェリーターミナルに着きました。サンフラワー富良野の赤い煙突が見えています。北海道はまだまだ雪が残っています。これから連絡バスに乗車しまして苫小牧駅を目指します。札幌行き苫小牧駅経由の連絡バスです。ここを左折しますと国道36号線ここを右折してまっすぐ行きますと苫小牧駅に到着です。次は苫小牧駅前。
苫小牧駅に到着しました。久しぶりの苫小牧駅ですね。富山から実家に帰省した時に立ち寄って以来です。もう何年ぶり、 4,5 年ぶりくらいでしょうか。これから苫小牧を出発して最終目的地千歳駅に向かいます。乗り継ぎの時間がありますので各駅とそんなに変わらないのですが、特急すずらに乗車して帰りたいと思います。この特急すずらんですが非常に乗り心地が良くて加速もスムーズで、特急北斗はかなり揺れますので車内で弁当を食べるのも大変でしたが、このすずらんの新しい車両はそんなことはありません。非常に快適な乗り心地です。千歳駅は特急北斗は止まらないのですが、すずらんは止まりますので、特急北斗に比べると停車駅が多くなっています。お手持ちの乗車券のほか特急券が必要となります。
千歳駅東口に戻ってきました。2泊3日で鹿島神宮に初詣に行ってきました。だいぶこの3日間は気温が高くなりまして、北海道もだいぶ雪が溶けたようです。今回久しぶりに北海道を出て本州へ行ってみましたが、やはりたまにはちょっと北海道以外のところにも行ってみたいなと思いました。また機会があればどこか北海道以外に出かけてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。